始まりました。皆さん、こんにちは。こんばんは。こんにちは。はい、始まりましたけれども、よろしくお願いします。ちょっとこの、URL をシェアしようかな。はい。なるほど。今、Facebook ではですね、もう、公開されているはずですと。ああ、見れた。はい。出てる。出てますね。はい。これ皆さんシェアしていただければ、他の人にも見れますんで。はい。というわけで、自己紹介から始めましょうか。はい。じゃあ、どなたからでも結構ですけど、はい。設立して2年目くらいの、世界のルールをみんなの手でというキャッチコピーで、スタートアップやってます。小田正人と言います。で、やってる会社がオシンテックといって、ティール組織って、まあ、ご存知の方も結構いるかもしれないんですけれど、結構自由な感じで、楽しく、まあ、どっちかというと、オープンを持って、世界を良くしていこうというコンセプトの会社で、やっています。はい。神戸からやってるんですけれども、とりあえず自己紹介ということで長くなりすぎてもあれなんで、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、早速コメントが入っている。ほう。そう、見ながら拾いたいな。まあ、拾います。はい。拾います。はい、こんな感じで。おお、シンテクさん。はい、おシンテックのですね、番頭をやっております、小田和恵と申しまして、偶然同じ名字ということではなくて、夫婦です。はい。もう、本当におしんのようにですね、この創業期をこう耐え忍んで、貯金をフィックスしながら泣きながらやってないですけど、はい、後で紹介すると思うんですけれども、シンテックは世界の規制情報の兆しをまあ、クローリングしてくるサービスをやってるんですけど、それの主にその情報源収集のところをやってます。はい、よろしくお願いします。じゃあラスト、まあ、僕はここにいる不思議というのがあるんですけど、あれですね、多分コード4の人が出るのってここ初めてなのかな。まあ、コード4神戸で多分知られている方が いらっしゃるかもしれない西谷です。オシンテックは、あれですね、小田さんが、当時は知らなかったし、会ったことなかったんですけど、3年先輩なんですね、中高の。はい。で、っていうの縁もあり、で、コード4神戸のイベントで初めて来てもらった時に会って、で、そこからこうなんか、熱烈に誘っていただいて、あれ夜遅かったと思うんですけどね、三陰の自宅から神戸の蕎麦屋に行って、そうそう、送ってもらって、その間にコンコンとこうぜひぜひ言ってもらって、一緒にやろうって言ってもらって、まあまあ来ていただいてありがたいことですね。で、まあ、やってるっていう感じ、ね。役割としては何やってるんですか。まあ、僕、賑やかしですね。なんですけど、別になんかテックというよりかは、まあ、要は市民目線だったりとか、まあ、ユーザー主体でやっていくとか、で、まあ、それでこう、まあ、どんなふうにこうデザインしていったらいいかなみたいな、別にデザイナーじゃないですけどね、どんなふうに考えて進めていこうかとか、あとは、まあ、PR 出していくときに、まあ、文体の方をこういうふうにしていこうよとか、まあ、そんなこととかも、はい、まあ、主に賑やかしながらやってる感じですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、それではよろしくお願いします。今日何をお話ししたい感じなんでしたっけ。そうなんですよ、我々が、作って3ヶ月前にようやくリリースしたものが結構面白いなと思っていますので、それをぜひちょっと知っていただきたいなということで、ルールウォッチャーっていうものなんですけれども、ルールウォッチャー、はい、まあ、物見ながらっていう方がイメージが湧くと思うので、ちょっとスクリーンをシェアさせていただいてもいいですか。はい、です。で、そうそう、このテクノロジーでインテリジェンスを実現する。これ、見えてるんですかね、今、すでに。です。見えてますか。はい、ルールウォッチャーっていうものをこう作ったんですが、まあ、何かっていうとですね、この左側、こう、世界の主要国の議会とか行政府、あと最高裁、国連系の機関、研究機関、
大手 NGO みたいな、この世界でルールを作るっていうところに関わっている人たちの、この出している公開情報、公開情報を、全部クローリングしてますと。うん、で、まあ、もちろんこれ、まあ、全部と今言いましたけど、全部はなかなか難しくって、こう、我々が、ここは大事だ、ここは大事だって言って、リストをどんどん作っていっているものがあるんですけれど、中国だろうが、ドイツだろうが、インドだろうが、こう、アメリカだろうが、いろんなところから、こう、大事そうなところをリストアップして取ってきてます。で、それをこう、全部、データベース、ビッグデータデータベースというんでしょうか。法案、議事録、プレスリリース、研究ジャーナル、政策提言みたいなものの、でっかいデータベースにして、で、ここ最近やっぱりもう使いこなせるようになってきた、あの、翻訳、テキストマイニング、テキストアナリシスの分野ですね。翻訳だったり言語解析っていうことをやって、この公文書 解析に特化した、ま、あの、うん、解析をして、で、これをどうするかっていうと、まず一つ、無料の SNS みたいな、これがルールウォッチャー、今日お話しするやつなんですけれど、これを集めてきて、全部の問題っていうわけにはいかないので、例えば、今、気候危機ってすごい問題になってます。で、気候危機に関する法制度がどう変わろうとしているか、変わったかっていうようなものを、全部こう、投稿していく。ほぼリアルタイム。近畿遅れかな、うん、ほぼリアルタイム。日本が一番時差が、日が変わるの早いんで、まあ1日遅れぐらいな感じで投稿していくっていう、まあこういうコミュニティサイト、ルールウォッチャーっていうのをこれ招待制でやってるんです。で、まあこれだけだと会社として食っていけないのでって、まあこっちでもあんまり食っていけないんですけど、こっちはですね、それを月額1万円で、このデータベースを要はガリガリと検索しながら、公文書で誰と誰の名前が近くに出てるよとか、誰とどの組織の名前が近くに出てるよとか、そういったような、まあ、ソーシャルグラフでの分析ができるみたいな、そういった本当のプロ向けのツールっていうのをこう提供している。で、ここもちょっと価格破壊したいなと思って、っていうのが、やっぱり会社の、まあ、理念でもあるんですけど、世界のルールをみんなの手でって言いましたが、良い規制とか良いルールっていうのは、環境にいいテクノロジーとかいうのを早く広めるんですよね。広めるための起爆剤になる。助成金を出すよっていうことをやらないと、なかなかそういうものって費用対効果が合わないっていう理由で広まらなかったりするんですけれど、その環境にいい技術みたいなものっていうのは規制で早く広がるし、多くの人がこういうふうに規制ルールに関心を持つと、行き過ぎた規制とか行き過ぎたルールっていうのは早く是正される力が働くんですよね。なるほど。うん、だからこの規制とかルールっていうものにみんなが着目するっていうのは社会を良くする方法だぞと、これは武器になるぞっていうことで、これをなんていうんですか、一部の人が密室で決めてるようなイメージがあったり、一部の会社がロビーングで決めてるっていうのが、まあ、ね、現実としてなかなか、あったりするかもしれないんですけれど、そこをとにかく民主化する、市民の手に取り戻していく、市民であったりビジネスパーソンであったりですね、っていうところに取り戻していく。もう少し言うとですね、これ国際的なロビーングっていうので日本ってものすごく弱いっていう現状があるんですね。だからその日本がものすごく弱いと言われているところに日本企業の意見をちゃんとぶつけていって、いろんな国のルールにその良い技術を持っている人たちの意見が反映されるようにしないと、なかなか社会って進化しないし、こう大きな問題、難しい問題っていう環境問題みたいなものですよねは解決しない。だからこの規制の力をこの民主主義的なパワーでもって、フル活用して、この19世紀は軍事力の時代だって言われて、20世紀はこう経済力の時代だって言われて、21世紀は社会の時代だって言われたりもしますけど、その社会の時代を体現するようなこういうプラットフォームにしていきたいなっていうふうにこう思って、これをまあ作りましたっていうところで、これ実際、いきなり見ていただくと、これ、ルールウォッチャーでログインしたところの画面なんですけれど、何がいいかな、じゃあ例えば気候変動っていう、これ全部英語で送られてくるようにしていて、翻訳したければここで日本語に翻訳っていうことをやったら
Google さんの機能で翻訳してくれるんで素晴らしいんですけれど、まあ、ちょっと分かりにくいんで、これは、グローバルのカンパニー9月10日に出しているセミナーの明日のセミナーの情報ですね。で、韓国政府ですね、これは。韓国政府がこういうキーワードで、こういうキーワードを含む、こういう名前の人を含む、こういう場所名を含む、こういう会社名、組織名を含む記事を出したよっていう、これもしかしたら韓国語かな、本田先は、かもしれないですけれども、そういったものを全部英語に翻訳して、こう出してきてくれる。次のは英語の、あ、英国の政府ですね、イギリスの。で、こういったもので、例えばこれ、グローバル、スイスリーって結構大きな保険会社なんですけど、これ補助金に関する記事を、まあなんか出してますよとか、そういうのがわかるんですね。気候変動関連の、こう、いろんなルールメイキングにかかるものっていうものが、出てくると。で、まあここは、あんまり、我々が情報提供しますっていうところなんですけど、この下のところで、まあ、いろんなものが、あ、ごめんなさい。いろんな、この、話し合いフォーラム、探求スペースと呼んでるんですけれど、ここで、気候変動の、まあ、これは、温室効果ガス抑制のところですね。適用と、二つあるんですけれど、で、ここでこう、情報交換をしていく。っていうようなことをしています。で、これはまあ、ルールウォッチャーに投稿されたもので、こんなものがあったよ。デンマークの低地を農地から湿地に戻すことにより CO2 排出を施策する、あ、抑制する施策ですとか、こういったようなものを、みんなでシェアして勉強していこうよっていうようなフォーラムです。ここで、日本でやってるような、セミナーの情報とか、あとは、共有すべきファイルとか、そういうようなものを、こう、みんなで、シェアしながら、なんで分断を生まない議論をしようねっていう、このやっぱりこう活動をしている人たちって大事なんですけれども、思いが純化されすぎて、なかなかこう社会を変えられなくてもったいないなっていうようなところもあったりするんですけれど、ここはこう議論できる人たちが集まってきて、本当に大切なものを探していくっていうような、そういうフォーラムにしたいなって思ってやってます。なのでさっき招待制っていうふうに言ったのは、なるほど、でも無料で使えるっていう形にしています。で、ここからがさっき言ってたプロ向けの話なんですけど、例えばデータベースを直接検索すると、直近150件、まあこれで、これは気候危機ですね。気候危機150件の法制度で、これ政府系のものだけに例えば絞りますよと言ったら、こんな感じで、どんなトピックが話し合われているのか。これだとまだ範囲が広かったら、じゃあ例えば、UK だけにしてみようと、イギリスではどんな風なことが今話し合われているのか、デリバーホームスってこれきっと COVID 関連でなんか何ですかね、家まで届けようみたいな、そういうやつなのかな、ちょっとごめんなさい、初めて見るんですけれど。そうすると、ここで、要約が出てきて、キーワードが出てきて、っていうような、まあ、こんな解析ができると、こう、なんていうんですかね、やっぱり、調査している方とか、アカデミックの方とかが、情報収集っていうところで、どの情報を読むべきかの部分でものすごい、こう、時間使うんですよね。で、その時間を、こう、ギュッて圧縮すると、なんていうのかな、もっと、素晴らしい、イノベーションも起きやすくなるんじゃないかなとか、そんなことを思ったり、まあ、ここは、よくある検索エンジンになっていて、ちょっと面白いのだと、こういうところですかね。これは、さっき言ってたソーシャルグラフみたいなものではあるんですけれど、例えば、これ、消してみて、気候危機関連で COVID-19 とか言って切ってみようと。そうすると、COVID-19 を中心にして世界でどのような、話がされているのかっていうようなことが出てきます。ちょっとちっちゃすぎますかね。ちっちゃいですね。これは、濃度というか、その、中心、円になってるのは何が、はいはい、
これはね、キーワードです。文章の中に含まれている単語が基本的になってるんですけど、それをこう組織名だとか人名だとかっていうのを抽出してますんで、うん、COVID-19 クライシスで、なんか、ワールドエコノミックフォーラムにつながっている人は誰だとか、例えば、ちょっとわからないんですけど、この人誰だろうって思ったら、この人がつながっている言葉っていうのをこうビヨーンって出してみると、組織名だとか人名だとか、ビジネス&ヒューマン、なんだろうな、これ組織名ですね。おそらく、そういう組織の EU コミッショナー for Justice、なんか、すごそうな人ですね。誰だろうって答え合わせしてみると、まあ、Google 検索で、有名人だったらここに政治家の写真とかが出てきたりするんですけど、この人の場合はまあ、こんな感じ。面白い。で、いろんなキーワードとともに出てくるので、その自分が調べたいものっていうものを入れたときに、その検索漏れっていうんですかね、気づき漏れがなくなるっていうような効果があったり、まあ、あとはこれ気候危機関連、どの国がどれだけの情報を出してるよ、みたいなのがこう、出てくるんですけど、例えば EU だけに今絞ってみようとすると、やっぱりヨーロピアンコミッションとか EU、ヨーロピアンカウンシルとかがこう一番アナウンス出してるんですけれど、その他ランキングでバーって出てきたりとか、どんなトピックが話されてるよっていうので、まあ EU だったら英語での情報公開あるんですけど、中国の政府なんかで見ると結構英語で出てくる、僕中国語読めないんで、英語で出てくるから面白いなみたいな、そういうものがあったりして、これを見てるとですね、その世界のこのルールの作り合い合戦に今なってるな、COVID で社会が変わり、で、特にその気候変動っていうものがものすごく大きなインパクトを持って人類に襲いかかってきてて、で、経済自体がその一直線のエコノミー、まあ、つまり作って、使って、捨てるっていうタイプのエコノミーから、こう、サーキュラーエコノミー、使い続けるっていうエコノミーに変わらなくちゃいけなくて、そこでルールをいっぱい変えなきゃいけないんですよね、人類って。このルールの作り合い合戦になってるなと。だから環境にいいものっていうのは何ですよっていう定義を、今、ね、ヨーロッパの側では一生懸命作ってるわけですよね。アメリカもそれに乗っかってきてますけど。で、その環境にいいとは何ぞやっていうようなことを作り合ってるっていう状況が、これを見てると、例えばこの気候変動っていうところを見てると見える。これ結構面白いんですよ。っていうようなものをちょっと関さんにも見ていただきたいなと思って、はい。で、ここで何て言うんですか、その、要は、こんなとんがったSNS に登録してくれる人っていうのは、実はそんなにいないんですね。っていうか、我々もこれ読み込んでいくのって結構こう知的体力を消耗するっていうところがあって、なかなかこう、本当に問題意識を持っている人たちにとってはすごいいい情報源だっていうふうに言っていただいたりしているんですけれど、そうじゃない場合っていうんですか、なかなか楽しくやろう。っていうところまではまだいけてない。でもこれやっぱり大きな運動にするためには楽しく参加できるようなものにしていかないといけないなっていうところは常々考えてるところなんですがね。はい、っていうようなものをちょっと見ていただきたかったというようなところでございます。いやめちゃくちゃ面白いです。ごめんなさい、知らなかったんですけれども。よかった、はい、よかった素晴らしいですね。はい。もうすでにコメント、こんなのが来てます、ね。おぉ、ありがとうございます。っていうか、こうやって取り上げれるんですね。なるほど。はい。ありがとうございます、はい。参加したいっておっしゃって、はい、ありがとうございます。ご連絡ください。ウェブサイトから送っていただければ、オシンテックのウェブサイトから送っていただければ。はい、変な名前なんですぐ検索できると思います。本当に招待制なんだけど、申し込んだら誰でも入れる。はい、どういうふうに使いたいですかっていうので、一番最初にちょっと、まだコミュニティを大事にしてるので、ちょっと直接お話しさせていただいて、使い方とかをこう、説明していただいてっていう形でやってますね。はい。なるほど。面接みたいなのがあるんですね。まあ、30分ぐらい無料で
やってるんですけど。いや、でも、それって結構、なんか私的には大事なんですよね。こう、あの、誰が書いてるかわかん、誰が作ってるかわかんなかったら、もう、とんでもない意見でもガンガン書き込んじゃうじゃないですか。でも、サーバーの向こうにいるのって結局思いのある作り手だったりするわけで、その、こういう時代だからこそ、うん、その、大事な、つながりベースっていうのは大事だろうな。できる間は、まだあの本当リリースしたばかりでちっちゃいので、できる間はそういうふうにやっていきたいなと。で、本当最初から関心持っていただいた方とは、やっぱりつながりたいですよね、作り手として。うん、まだまだこれ、あの、中が、その、まあ私、情報源のとこずっと触ってるんですけれども、あの、荒っぽいところも随分あって、情報源として足りてないっていうことが一つと、あと、それから、ウェブサイトの作りによって、情報が取りやすいところ、取りにくいところと、性質が随分やっぱりあるんですよね。で、同じだけの情報量発信してたとしても、例えば日本政府の、サイトってすごい取りにくいんですよ。なんかわかると思うんですけど。はい、で、ね、とか、で、それが台湾となるともう本当に素晴らしくて、もう本当にこの間なんか震えが出ちゃうぐらい素晴らしいです。あの、台湾政府が出してるものって、台湾国だけじゃなくて、各国の情報までつなげて出してるんです。はい、もう本当すごい、すごい。それとか、あと、例えばニュージーランドとか、やっぱりもう本当にびっくりするぐらい整ってるのが、UK。UK。あの、非常に検索もしやすいですし、その省庁のものを分割させずに全部、あの、UK ガブっていう一個のサイトにまとめて、非常に情報発信も上手。で、そういうものが、やっぱりうちみたいなサービス、まだもちろんそんなにはないんだけれども、ここから5年、10年する間に随分出てくると思うんですよね。で、そうしたときに、いろんなところが情報発信したときに、やっぱりちゃんと見てもらいたい。で、企業と同じだと思うんですよ。見てもらえるサイトを作ってるかどうか、みたいなことが、いよいよ、その政府とかね、そういうの議会とかにも問われるようになっちゃうのかなっていう、そんな気がしてて、で、あ、すいません、その、フォーラムの方に言いたいのは、その、ここをシンテックさん取れてないじゃんとか、ここどうなっちゃってんのとか、これ関係なくないこの記事とかっていうようなことの突っ込みを入れてもらいたい。はいはいはい。で、一緒に作っていくっていう、そういう形をすごい取りたいんですよね。うん。そんなこと思ってます。だから、なんかこうサービスの、ただのユーザーというよりも、まあ、あの、ベータテスターみたいな。ベータテスター。うんで永遠のベータテスト。多分これ完成形が多分ない。そう、そういう意味だと、あのビジネスとしてはあのそこから稼いでるわけではなくって、あのどっちかっていうとあのこれですね。あのさっきのところのこの続きでこのルールウォッチャーエンタープライズっていうのを使って。この企業向けに企業にカスタマイズした情報源で企業にカスタマイズしたタグ付けエンジンで、で同じ仕組みをこう、あの、企業に入れて、ぜひその企業にインテリジェンス部門を作りましょうっていうような、そういうようなのをこう、サービスにしていて、でも、あの、まあ、これは当面我々もこう、ビジネスをやらないとっていうところもあるので、で、そこで稼いで、このプラットフォームのところにこう、どん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 入れていきたいな。で、これをこう、なんていうんですかね、リンクトインだとか、フェイスブックだとか、いろいろな、あの、世界のプラットフォームありますけれど、これやっぱり日本からのプラットフォームに、こう、していくっていうのが、特に大事になっちゃったなと思っていて、っていうのが、あの、アメリカの会社のものっていうのは、やっぱり、こういう状況になってしまうと、中国の方って、なかなか使わないかもしれない。中国のものって、アメリカのもの、使わないかもしれん、使えないかもしれない。で、そういったところに、こう、日本の立場っていうのが、地政学的な立場っていうものが、やっぱりこう、独自性を出していける分野なんじゃないだろうか。世界のことを考えたときに、やっぱりこう、両方ともつながれて、その、例えば、イスラエルともパレスチナとも、こう、やり取りができるっていう、こういう国ってすごい希少なんですよね。なので、こういう大きな人類の問題に立ち向かうプラットフォームっていうのをやるのはもしかしたらこれ日本初、日本の役割なんじゃないかなって僕はこう自分で自分をこう洗脳するような感じでこう自分をやってるんですけれど、うん、まあでも本当そういう意味でこういろんな方にこう広く使われて分断を生まないようなプラットフォームで社会問題を解決するためにこの規制とかルールっていうものが武器になるんだよっていうこういうメッセージをこう世の中に広げていきたいなっていうふうに思ってる
ていう、まあ、なので、このマスメディアから経営者からコンサル担当、弁護士、活動家、環境団体の人たちにこう使っていただける、問題を持っている人たちに使ってもらえると嬉しいなって思いながら、まあ、あの、会社としてはこんな、講座みたいなのも、こう、いろいろ、ルールウォッチって大事なんだよっていうような、講座ですね。ルールってどうやってできるんだよっていう、その、やっぱりね、あの、中学校とか高校で、ルールがどうやってできるかじゃなくて、こう、三権分立の仕組みとか、衆議院の定数はなんぼでとか、そういうような、ググればわかるようなことばっかりこう習うんですけれど、ルールがどうやって作られているのかっていうことをこう、あの、やっぱり授業としてやらなくちゃいけない、教育にも関し、やらなきゃいけないなって思って、まあ、こんなことをやったりもしています。うん。っていう、まあ、ちょっと簡単ではありますが。いや、素晴らしいですね。あの、面白いです。あの、すでに、あの、結構コメントとかでもですね、はい。使った人とかいう声が。ありがとうございます。嬉しいな。入って、あそこ面白いとか。あら、荒瀬さん。吉本さんとか。ああ、なんか、知り合いが。なんか、ジャパンの周りでもやっぱこういうのすごい使いたいっていう人は多そうなんで、あの、うん、あの紹介させていただきたいなと。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、結構、その仕事でも使えそうな人だと、まさにこう、ロビーイングとか、人たちが多いのかなと思うんですけど、うん、まあ、なんか、すでにコミュニティとしては結構そういう方は入ってたりするんですか？いや、もう本当3ヶ月前リリースして、今80人ぐらいですね、もう直接の知り合いばっかりにこう、声をかけて、はい、うん、今まあ、徐々に、うん、最近あの、なんていうんですか、これコメントするのがですね、あの、本当は気軽にコメントしてほしいんですけど、うん、ネタがネタだけになかなかこう、皆さん気軽にはコメントしてくれなくて、で、最近ですね、こう、あの、ね、あの、招待した方が、こう、意見を投稿してくれて、やった嬉しいっていう、その情報をシェアしてくれたりして、で、喜んでたりするっていうところなんですけれども、うん。まあ、あの、今年は多分日本でそのいいコミュニティを作るっていう成功体験を積んで、で、こう、どんどんこう、あの、来年から、そういう意味だと、あの、神戸に国連がオフィスを今度、あの、ユノックスっていうところが、はい、はい、あ、そうだ、神戸の担当官されているんですよね。で、そこにちょっと、あの、ブートキャンプに招待されてて、まあ、そこで、こう、ちゃんと、説明できたら、まあ、国連と一緒に何かお仕事ができるかもしれないっていう、そういう状況まで来てますんで。まあ、先日、あの、Code for Japan もですね、あの、たまたま国連の方と、ユノプスの方とはまた別なんですけど、はい、あの、話をしてて、やっぱり、あの、アジアの国でつながったりとか、うん、あの、なんか、アジアでもそういうコミュニティをどんどん作って、その主体的にいろんな発信をしていったりとか、うん、あの、していくようにしたいと。まあ、技術者とかもなりたいみたいなことを言っていたので、うん、とても良いトピックだな、というふうに。そのコミュニティって本当何もないところでコミュニティ作りましょうって言っても難しいなと思っていて、私が今思考しているのは、その特定の問題に対して、解決したいと共感している人たちをこう集めたらコミュニティになるんじゃないかっていうところで、ただまあそこで当然その情報が日々更新され続ける必要があるっていうところをこうクローラーでこうカバーして世界のものをこうクローラーで集める、そこを労働集約的に我々がやればちょっと進化の速度が速くなってコミュニティができるといいなという、うちの会社でもあのメンバーの一人はこうマレーシアからつないでるっていうところもあったりしますんで、はい、まあ国境を越えたっていうところと、まあ、国の良さっていうところと両方あると思うんですけど、まあ、IT ってそこを超えられるのが素晴らしいところだと思うので。いや、本当そうですね。私、IT のこと全然わからない分野から来ましたけれども、でも本当そうなんだなって、あの、思いますね。うん、今、あの、あ、どうぞ。はい、課題の、その、大きさというか、その、まあ、法律とか条例の流度なんですけど、うんうんうん、なんか、
国レベルの政策みたいな感じのものが向いてるのか、自治体レベルのもうちょっと細かい政策みたいなことまで掘り下げて、今大きいところから取ってってます。ただ、うん、大きいところだけじゃダメだと思っていて、例えばアメリカなんかだとまだ連邦政府までしか取れてないんです。州が入ってなくて、でただその連邦と州の動きが同じかっていうと実は全然違う、で反目し合ってるような州っていうのが結構あったりするんですね。でそうするとやっぱりそういうこう流動をどんどん下げていかなきゃならない。で日本なんかだとそのやっぱりこの地域創生っていうところはすごく大きなテーマだと思ってるので、でこれからやっぱり地方が発信していく情報ってすごく面白いし、重要度が上がっていくと思っているので、そこもどんどん取っていきたい。でまあいろんなジャンルありますけれども、今注力しているその気候問題っていうところっていうのはまさにそのローカルの情報がすごい大事なんですって。でこの間聞いたセミの話ありますね。この間気候問題のその調査をやっておられる方で、長野県はずっと長年セミの調査を市民参加でやってるんですって。でセミがいつ羽化していつ鳴き始めたかとかっていうような、うん、でそうするとそれがその気温のその変化だとかいろんな状況とか、まあ、掛け合わせでいろんなことが、まあ、知見が取れるんですけど、それで例えば衛星から画像を撮ったってセミがいつ羽化したか分かんないじゃないですか。本当にだから磁場の情報じゃないと分からない。で、それも一人の研究者が研究しようったってダメで、だから多くの市民なんかが参加して、例えば小学生が夏のその宿題かなんかでいつセミが鳴いた、ミンミンゼミだった、クマゼミだった、アブラゼミだったみたいな話が集まってきて初めて研究になるっていう、その一番その、まあ土着というか、そこら辺のデータがいっぱいいるんだ、みたいな話をしててですね。あ、だったら例えばそういうののアプリができたら面白いよねとか、そんなような話があって、だから行政とかのレベルの一番下とかっていうだけじゃなくって、それ以外のその市民が発信するような情報とかっていうようなのがどんどん取れてくると、もっとすごいことができるかなっていうふうに思ってます。日本がね、まあ、こう読み書きそろばんって昔言いましたけれど、まあ、書きはもうもしかしたらね、タイピングに変わっちゃうかもしれなかったりもするわけで、うん、読み考え、そろばん、あと情報リテラシーっていうのがもうこう義務教育に入ってくる、そんな中にそのセミをこう自分で観察して、こう入力して、それで全国ではどうなったのかなっていうようなものをこうチェックする。うん、そうすると、それって気候変動の学者にとっては、そのローカルのものすごい大事なデータになったりするし、で、なんていうんですか、教育目的でもその、それぞれのその学生たちが自分が打ったデータがこう活用される。そうすると日本全体がその情報リテラシーの高い社会になっていくことができるっていう、そういうサイクルをこうシビックテックとかとこう連携しながら回せると面白いなって思っていて、うん、で私はそこでこうルールってどうやって作られるんだよっていう、こう授業のカリキュラムみたいなのをこう今一生懸命作ってるんですけれども、そういったものでこう情報リテラシーの高い社会になっていくと、これは民主主義、日本の民主主義がようやく進化できるんじゃないかっていうようなこともこう妄想してたりはするんですが、今、Code for Japan でもその DIY 都市を作ろうっていうコンセプトで、いろいろ、まあ、一つのこう、今流行っているスマートシティのアンチテーゼというかですね、なんか便利なものを企業主体でいろいろ作るのがスマートシティじゃなくて、コミュニティ自体がスマートになって、その意思決定に参画できるし、実際に手を動かすことが大事なんだって話をしてるんですけど、その中で参加型ルール形成っていうのをぜひやりたいと。今やろうとしているのは、そのバルセロナとかで使われているデシディムっていうですね、研修士プラットフォームを使おうとしているんですけど、それプラットフォームを作るだけじゃ全然ダメだと思っていて、まさにルールメイキングの作法とか議論とか、コミュニティ自体がこうちゃんとこう自分の主張を通すだけの議論じゃない、ちょっとその課題を解決する目線での議論みたいなしなきゃいけないと思っていて、なのでちょっとツール作るだけでは足りないなと思ってたので、まあ、ルールメイキングの授業とか、やりたいし、自治体レベルでの政策みたいなのを調べていければ、まさにこう、ある地域で、循環型経済をとにかくビジョンにしていきたいみたいな時に、じゃあ、
他のヨーロッパの国はどういう政策をやってるんだろうかとか、どういう状況になってるんだろうかって調べながら議論ができると、より具体的な話ができるなと思って。ああ、すごい、面白い。いや、ぜひ連携させてください。なんか本当、日本って、まあ中から見てると日本って大きいんですけれど、世界から見てると、やっぱり、200以上国ってあるわけで、そこが一生懸命こう研究して、それぞれの国の政策作っているから、やっぱり横比較っていうのをして、こう、気軽にして、で、こう、それぞれの国が改善できるような環境を作ると、もっとこう、社会が良くなるかもしれないっていう、まあ、ポジティブなところをね、こう一生懸命捉えてやらないとなかなか辛いですけれど、ポジティブに考えればいいかなと思ったりしてます。うん。素晴らしい。あの結構いろいろ紹介したい人はいるなと思ったので、それはそれでご紹介させていただきたい。ありがとうございます。ありがとうございます、うんはい、参加型ルール形成いいですねすごい、うん、そこはやっぱコミュニティ自体が賢くなるっていう人はあるか、うんうん、台湾とか見てるとやっぱガブゼロとかはそういう役割を、うん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 、いわゆるもう市民なんだ、市民としての感覚もある程度プロフェッショナリズムもあって、で、こう、行政との通訳みたいなことをしている人たちもいて、なんかそういうリテラシーってすごい大事なんだなと思ったりしました。ちょっと一つご紹介したいなと思ったのはですね、あの、最近、あの、パブリンクさんっていう会社がですね、パブリンガルっていうメディアをスタートしまして、そことかは、なんか、メディアなんで、うまく連携ができると面白いんじゃないかなっていうふうに思ったりなんかしております。これもう本当数、一週間前とかに立ち上がったメディアなんですけど。で、ここで、どっかに一覧みたいなのがあった気がする。実は僕もあの、なんかコメンテーターの一人みたいな。結構あのどっかにないのかなまああのいわゆるこうまさにパブリックな、いろんな、ニュースが載っていてそこに対してあのこういうコメントができるプラットフォームですけどね、なんかこういうメディアで例えばここで得たこういうのであのいわゆるこう新メディアのツールで調べたあの、情報をもとに記事を書くみたいなことができると、すごい両方耳になりそうだなっていうふうに、本当ですね。なのでぜひご紹介させていただきたいなと。ああ、本当ですね、はい。ここで調べていただいて、うんはい、なんか出版する形になったらっていうような。うんはい、あと、それこそなんか、神経連とか、はい。ああいう人たちとかはどうなんですか？ターゲットとして。ああ、そうですね。あの、やっぱり、会社として、その世界の、うん、あの、動きがどうなってるのかっていうことを、やっぱり分析する力が、日本企業弱めだなと、まあ、こういうところは多分私が言っても怒られないくらいに皆さん認識されてると思うので。はい。うん、そこをこう補強するようなツールになるといいなと思ってますね。やっぱりこう、日系企業って、あの、なんていうのかな、あの、その世界にオフィスが散らばってるようなコンサル企業に丸投げして、ね、ノウハウがなかなか残らないでっていうようなことを繰り返してきてると思いますので、なかなかその戦略も自分たちでは立てられない。っていうような状況だと思うので、その自分たちのビジネスを世界で見たときにどうできるのかっていうことをこの情報収集しなきゃいけない。でもその情報収集が今までものすごい高額だったから、あの、なかなか日本でインテリジェンスが育ってなかった。そこの高額なところをこういうツールでボコンとこう、あの、打ち抜くことが、打ち破ることができれば、その日本でインテリジェンスっていうものが、あの、各企業が持てるようなものになっていくと、いいなと思ってます。はい。なので、神経連とかも、あの、本当に行かなきゃいけないなと思ってるところですね。そうですね。あの、全然ご紹介もできる人もいるので。あ、ありがとうございます。官僚とかも使ってほしいですかね。そうですね、本当に。うん。うん。なんか銀行の、
はい、銀行の方と以前お話しして、うん、で、まあ、東南アジア行きの、その、まあ、情報を、うん、クライアントの企業さんなんかにこう提供したり してるというようなお話を聞いて、で、それをどういうふうにやってるんですかっていうふうに伺ってみたところ、うん、現地のそのやっぱりエージェントに聞いてるんだと。で、そのエージェントをどうやって探してるんですかっていうと、うん、前任の担当から引き継いだエージェントを使ってるっておっしゃるんですよ。で、その人は、その前の人は当然前の人からの引き継ぎ、次になっていて、でもう今や連絡の取れないエージェントのリストとかもあったりして、で全然更新されないらしいんですよね。でそうするとどんどん情報としてはきっと細ってって、でそのエージェントがつながってる先だってなんか確からしさがないっていうか、そこをなんか検証する術がないらしいんですよね。で、まあ、ルルオーチャが万能ではないんだけれども、例えばその現地のエージェントを使っておられる会社さんなんかがこっちでも見とくというふうにやった時に、ちょっとあんたんとここ取れてないのなんでって突っ込めるっていう状態を例えば作っておくと、うん、こう、投げっぱなしにならないで済むっていう、そっちでも検証してみるっていうような、そういう使い方はできそうだなっていうふうに思ってます。そうですね、素晴らしい、うん、なんかビジネスとしても成り立ちそうですね。ちょっと1個コメントが来てたので、はい、これはいかがでしょう。ルールってどう作られるかも大事ですが、どう運用されているかも大事な気がしますと。分析になっている要素はありますか。これはですね、運用っていう意味では、法律がその施行されてからどうなるかとだと思うんですけど、司法の情報も一応取ってはいるんですよね。で、法的にこれは、是なのか非なのかっていうのはもう最終的には司法の判断になってきますけれども、司法のところがこの法律やっぱりおかしいようで投げ返すっていうようなものも中にはあるんです。日本はあんまり実は機能してないんですけど、ヨーロッパなんかは割とよくそういう情報は取れてきます。はい、面白いやつが1個あるのでちょっと、シェアします。これでいいかな。で、アプリケーションウィンドウから共有で、これだ。これ我々がよくセミナーで使ったりするものの一番わかりやすいやつなんですけど、ルールがどうやって作られますかっていうところをこう考えると、これルールウォッチャートとか言ってるんですけど、やっぱりルール作りたい人、作ってほしくない人たちがこう話をしながら、やっぱりアドボカシー、ロビーングっていうことを、ものすごいざっくりのチャートですけど、で、その後、委員会がこう真ん中のところで、これが行政、立法ですよね。立法になって、パブリックコメント募集されたり、報告書で委員会が形成されたりして、政府の方針が出る。まあ、政府だったり、その、権力のあるところの方針が出て、で、その後、審議されて、政省令が出る。まあ、ここは、確かにテレビで出てるんですけれど、そこまでに至るまでに、大体ルールが、概要が決まっちゃうのよっていうところ、そしてその後はどうなるのかっていうと、ルールの運用フェーズに入ってくる。で、この運用のところで補助金が出たり、税が出たり、まあ、飴と鞭みたいなところがあったり、変なことすると行政から、摘発されたりしちゃって、まあ、訴訟だったり司法判断っていうところまで行く。で、運用してて良くないねっていうものは、こう、改正提案みたいなものが起きて、また最初からやり直しっていう、そういう、こういうサイクルになってるなというふうに思っていて、で、我々はここのプロセスをこうクローリングしようとしているので、本当におっしゃる通り立法も大事だし運用も大事で、そのやっぱり例えば個人情報保護法違反で、例えば Google が何千億円の賠償金を求められていますみたいなところもやっぱりこう大事なので、この8番のところだったり7番のところでこう取ってきているっていうのが実際のところになってます。まあ、このねのノウハウっていうか、この知識を皆さんが持てるといいなと本当思いますね。すごい。いや、これを本当に教育レベルからやってったら相当変わります。そう、ありがとうございます。この間大学生にこれの勉強会提供したんですけれども、うん、やっぱり学校で教えてほしかった、皆さんそうやって言ってましたね、うん、なんか公民とかで教わってることなんてもうググったら3分で分かることばっかりで、もうそういうのいらないからこういうのを知りたかったっていうふうに言っていただいて、だよねって私も思っちゃったんですけど、はい、うん、今のがね見えてると社会に参加する方法が分かるっていう、うん、
そういうことを言ってましたね。はい。こんな感じで、学校でのルール作り。ありがとうございます。本当そうですね。で、そうなんです。ここのとこ、この間、ちらっと聞いたのは、学校の規則って、ここ10年、20年なんて、ものすごく厳しくなってるらしくって、校則が。意外な話なんですけど、校則ってどんどん厳しくなってて、で、ここのところもう、これってもう人権侵害じゃないのっていうようなレベルのものまで、ちらちら、なんかブラック校則とか言って出てきてるじゃないですか。だけど、それをこう、おかしいっていうふうに声を上げる子供っていうのはもう本当ごくごく一部で、みんなそれをこう、黙って従ってる。で、それをこの、もう、結局、いつの間にかルールっていうのは従うもので疑ってはいけないものなんだっていうことを、そこから植え付けられてるんじゃないかっていうことをおっしゃってる方がいて、あ、それはなんていうかこう、学校の社会科で何を習うか以外に問わなきゃいけない状況っていうのがそういうところにもあるんだなっていうことをね、すごく思ったんですね。おかしいものは変えていこうよと。私たちは変える権利を持ってるんだよっていうような立ち位置になるかどうかっていうのは、結構その雰囲気作りとして大人の側のそのまあ責任としてもやっぱり持ってるなって本当に思います、ね、え、そもそも暮らしやすくするために僕らがルールを作ったんだよっていう、その考え方をこう持たないと、こうルールはお上が作るもので日本企業は改善だけみたいなことをやってたら、ね、ルールを作るのが仕事だって思っているヨーロッパの企業にいつまでたっても勝てるわけがないので、まあ、今のはビジネスの話ですけど、その社会としてもやっぱりこうルールっていうのは自分たちで作っていくものだし、合わなくなったら変えるものだっていう風になるといいなと思いますね。内田さんも素晴らしいコメントをいただいてありがとうございます。本当そうですよね。そうですね。対局を使う。物理的な場所ってすごい大事にそうだなとは僕も思ってますね。そう、こういう意識を持ってる方にどんどん入ってきていただきたいです。ぜひ、実際にデシディムのツールに関しては、いくつかの自治体で導入していこうって話になっているので、そういったところにも参加していただきたいし、僕自身も、ちょっとこう、ぜひ SNS 入らせていただきたいなと。あ、はい、ありがとうございます。思います。僕らはどちらかというと、まあ、国に対して、なんか、法律のロビングみたいな、コードフォージャパンの立場としてはそんなに、しないというか、これまであんましてこなかったんですけど、自治体レベルでいろいろこう、ルールメイキングとかのお手伝いとかは結構やったりできているし、アクションに結びつきやすいのは、やっぱりローカルの本、さっきのセミの例もありましたけど、ローカルな、サイズ感の話の方が、一市民としては、なんか、こう、意見を言いやすいのかもな。意見言いやすいし、なんかアクションにも結びやすいのかなとか。その部分はぜひやらせていただきたいなと思いました。はい。ということで、賛同コメント。嬉しいですね。家族のルール作りかな。確かに一番身近なルール。いやいや。でも結構子供に対して、ね、お小遣いを決めるとか、勉強の時間を決めるみたいなのも、なんかこう、例えばゲーム1時間までねっていうよりも、何時間までにするって決めさせる方が、許したと思ってるし、守るとよく言われますよね。確かに。そうですね、そういうところから参加してっていうことですね。ちっちゃいうちからやったらいいですね。家庭の運営が大変そうですけどね。これもあるな、このルールを作ると他のルールとの整合性を確認する。そうそうそうですね。本当に法律がスパゲティコードになってるからみたいな話はよく聞きますけどね。そうですね。政府の仕事の大変なとこですよね、これ。そうですね。はい。なんか知らないで、こう、同じ目的の法律を途中まで作ってて、みたいなことがあったりするらしいですね。そうそう、あるみたいです。はい。入ってきた方って。東さん、明日よろしくお願いします。こんにちは。指針を。すみません、あともうちょっと時間が、そうですね、あるんですけれども、なんか、なんか結構見てくださってる方も20人以上いるので、まず、
SNS には、サイト、オシンテックのとこを検索して、はい、申し込めば、面談があるよということですね。はい、はい、面談があるよ。嫌な感じですよね。感じよくしたいのに感じ悪いっていう、うん。ですね。まあ、意図はよく分かりましたんで、ぜひ、まあ、確かに健全な議論をしたりとか、はい、あと顔の見えるサービスからっていうのすごい、フェイクのない状態で議論ができるっていう。はいはい、それを目指してます。はい。で、あと何か皆さんに言いたいこととか、なんかあれば、ぜひ。はい。ルールウォッチって、大変なんですけど、やり始めると、こう、世界の構図みたいなのも分かってきたりして、面白いっていう、その面白さを、こう、我々が伝えていくのが仕事かもしれないなとも思ってまして、ぜひ、これ見ている方々、ご連絡いただいて一緒にルールウォッチャーになっていただけると嬉しいです。いいですね。はい、ありがとうございます。皆さんもじゃあルールウォッチャーになりましょうということで、なりましょう、なってください、ぜひ。はい、具体的に参加型ルールメイキングの話に関してはちょっと具体的に話をさせていただきたいと思いますので、それは、ね、はい、ご連絡します。ありがとうございます。はい、というわけでちょっと始まりが10分押しちゃったんですけども、申し訳ありません。すごく楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそ、はい、ということで失礼します。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼します。